こんにちは、カカオです。手っ取り早くゲームが上手くなる方法があります。それは上手い人のプレイを真似るです。上手すぎて真似できない人のプレイは置いておいて、自分でも真似できるレベルの上手いプレイを真似てみてください。格ゲーで負けたら相手の強かった部分を考えましょう。何かしら強力な戦法を持っているということです。それを真似すればいいのです。勝者の真似をしておけば、それなりに戦えるようになるはずです。パクリでいいのです。ゲームの戦法に著作権はありません。遠慮なくパクリましょう。オリジナルの戦法は強くなった後に自然と身につきます。真似した戦法で戦っているとその戦法に対処する人が現れます。そうしたらその対処法を真似ましょう。その繰り返しで強くなっていけます。では問題。この画像をよく覚えておいてください。先ほどと同じ画像はどれ？動画を巻き戻すのはダメですよ。正解は C でした。上手い人の真似をして効率よく上達しましょう。